土地の記号近鉄バスの車両をかつて運行されていた、もう河川近鉄バスから移籍した関東自動車の土地の記号よび車両土地の記号は、栃木県宇都宮市と大阪府大阪市を結ぶ、関東自動車と近鉄バスが運行する高速バスである。愛称の由来は、栃木県の県木である土地の木から命名されている。関東自動車、柳瀬営業所と近鉄バス稲田営業所が、 毎日0.5往復ずつ相互に運行している。1995年7月の開業以来、運行されている宇都宮大阪間に加え、2002年12月から2006年3月まで運行されていたモーカ大阪間双方を取り上げる。関係で、本校では全社を宇都宮線、校舎をモーカ線とする。栃木県にはパナソニックやシャープ、関西ペイントなど、 関西圏発祥の企業が進出している関係で、関西圏との交流は多く、また、開業当時は、林圏からの大阪方面行き高速バスである、よかっぺ関西号やシルクライナーもなかった上、新幹線を使うには、東京駅での乗り換えを要していた。1990年にはすでに、近鉄バスが、フォレスト号を、1992年には、ギャラクシー号を、運行開始しており、 東京都と福島県の間で空白となっている北、関東発着の関西行き高速バス新設は時間の問題だった。一方で、関東自動車もマロニエ号で高速バスの実績を積んだことで、夜行高速バスに参入する機会を伺っていて、双方の事情が一致したことで、関東自動車の夜行高速バス第1号となった。2020年6月現在の経路を記載する。 太地は停留所。細かい府県道や市道は除く。京都、大阪方面は、勝負 PA、宇都宮方面は、草津 PA で、それぞれ途中休憩がある。多客時に運行される、後続便では、使用、サービスが異なる場合がある。2018年4月現在、関東自動車では三菱不走、エアロキング、近鉄バスでは、セレガ HD を使用している。 多客機に使用される2号車以降は時期により車両は変わる。宇都宮線開設当初は独立3列シート28人乗りのスーパーハイレッカー車両を使用し、関東自動車は新車に加えて近鉄から中古車を購入して続行便や予備車としていた。その後の旺盛な需要に応え、1998年に近鉄バスが36人乗り2階建て車両を 投入すると1999年に関東自動車も追随して同定員の同系車両を導入している。2002年に猛火線が開業した際は関東自動車が新たに28人乗り車両を投入したが猛火線が休止されると宇都宮線の予備車となり開業当時に購入した車両を置き換えた。近鉄バスは猛火線開設後宇都宮線については 猛河火線への利用者転移で28人乗り車両に置き換えたが、猛河火線休止により再び36人乗り2階建て車両が運行されるようになった。なお、2010年に関東自動車は36人乗り2階建て車両を1台増車した。2016年に関東自動車は近鉄バスよりエアロキングを譲り受けし1999年導入車を置き換えた。 2018年2月から近鉄バス運行の車両がエアロキングから日野セレガ HD へと置き換えられた。関東自動車ごま製営業所参加の宇都宮市東部、絹川近くにある車庫、ユニバーサルスタジオジャパンに停留所新設いたします。夜行高速バス京都、大阪線。関東自動車。2015年10月11日閲覧。夜行高速バス、京都。 大阪線ユニバーサルスタジオジャパンから乗車できるように運行経路を変更します。関東自動車、2017年5月29日閲覧。平成29年7月1日からダイヤ改正を行いました。関東自動車、2017年7月11日閲覧。夜行高速バス、京都、大阪線往復割引運賃の廃止について、空港バス、 高速バス運賃改定のお知らせ2019年6月21日改定関東自動車2019年6月21日閲覧高速バス運賃表改定関東自動車2019年6月21日閲覧4月8日更新高速バスの運休について近鉄バス2020年4月14日閲覧空港バス 高速バス、夜行高速バス、新型コロナウイルスの影響による運休について、関東自動車、2020年4月14日閲覧、6月30日更新高速バスの運行再開について、近鉄バス、2020年7月4日閲覧、高速バス、空港バス、新型コロナウイルスの影響による運休便の一部運行再開について、関東自動車、 2020年7月4日閲覧。新型コロナウイルスの影響に伴う高速バス運行状況について。近鉄バス。2021年1月24日閲覧。AB3 月2日更新高速バス一部路線運行再開のお知らせ。近鉄バス。2021年3月4日閲覧。年末年始大型連休時は名信渋滞。 遅延予防のために、名信場の3停留所は通過することが多い。各バス停基地参照2号車以降の臨時便は、東梅田駅の予約はできないので要注意。ありがとうございます。